こんにちは本日はディスクファイブキーストーンとアームトラストゾーンでティープトラステッドエクゼキューションエンバイメントプロビジョニングの開発についてお話しいたします以前ディスクファイブグローバルサミットで似たような内容をお話しいたしましたが本日はそれに加えて最新の更新状況また前回はすべて英語でしたが本日は日本語でお話しいたします それでは本日は TE とトラステッドアプリケーションのご紹介からお話しいたします。そしてリスク5 CPU で TE をどのように実現するかと。でその次には TEEP というプロトコルですが、こちらはインターネット標準化団体の IETF で議論と企画化が進んでおりますで。こちらの概要について簡単にご紹介いたします。そして ARM の Cortex-A での t ィー p の実装についてお話ししてその次に RISC-5 で実装がどのように今開発が進んでいるかっていうお話をいたしますまた前回の RISC-5 グローバルサミットではお話ししなかった今の IETF で t ィー p の議論がどのようになっているかっていう状況をお話しいたしますそして実際に t ィー p のメッセージっていうのはどんなものになっているかと 例をお話ししいたしますそれでは TE の言葉の定義からお話しいたします。いろいろなデバイスでクリティカルアプリケーション、重要なアプリのことですが、詳細については後ろのスライドで説明いたしますが、クリティカルアプリケーションをデバイスで実行する上で、ハードウェアまたはソフトウェアのセキュリティの脆弱性から守ろうという形がもともとの基本コンセプトです。 それをどうやって守るかということなのですが、現在の OS とハードウェアは、機能または高速化のために非常に複雑化しておりますので、そこの部分から分けて、アイソレートってこと単語が出てますが、分けてパーティションを区切って、セキュアワールドという区切ったところでクリティカルアプリケーションを実行するというのが TE の言葉の定義です。でクリリティカルアプリケーションは、 トラステッドアプリケーションまたはエンクレーブと呼ばれることが多いです。エンクレーブはどちらかというとインテル CPU で使われる言葉で、トラステッドアプリケーションどちらかというとームの CPU で使われることが多いという印象です。今現在あるハードウェアでどんなものがあるかということで、インテル SGX、AMD、SEB、アームトラストゾーン、 Disk5 の PMP という機能、細かい話は後ろのスライドでお話しいたしますが、TE を実現するための機能がハードウェアに入ってきているとい状況です。先ほど、クリティカルアプリケーションという単語が出ておりましたが、実際どういうものかというと、支払い関係のアプリ、例えばクレジットカード、またはなんとかペイ、またはコンテンツ保護がかかったビデオ、または音声のファイルの再生、または 認証が必要なアプリ、例えばメールですとか個人情報が取り扱うデータを扱うアプリです。こちらをどういうふうに実行するかと。実際には TE としてはハードウェアとソフトウェアの両方が必要になっております。で、ハードウェアの方は CPU が先ほどパーティションとお話ししましたが、今動いている OS、また今動いている環境から別パーティションで プログラムを走らせるという機能が必要です。でこちらを Hardware Assisted, Isolated Execution Environment という単語でご紹介されたりいたしますで。ソフトウェアの方はそのちっちゃい、ちっちゃいかどうかは別として、ソフトウェアはアイソレートされた方で実行されるために何かしら実行環境が必要です。ですので、この2つを合わせて TE という機能が実現されております。 それでは、リスク5で TE がどのようなものがあるかという列挙になります。まず、Hex5 社によるマルチゾーン、MIT によるサンクタム、クラーツ工科大学によるティンバーエック x MIT による MI6、こちらはサンクタムとは別のチームです。で UC バークレイによるキーストーン n というのが代表的なものがございます。こちらが発表されてたり、実装が進むものでなります。 でこの中で我々はプロジェクトとしてキーストーンをベースにその上にティープを研究開発を行いましたでその理由なんですがキーストーンプロジェクトはオープンソースプロジェクトで開発が活発であったこと全てのオープンソースプロジェクトが開発活発なわけではございませんので開発が活発であったかどうかということとオープンソースのライセンスがどうなっているかというところが大事なポイントでしたであともう一つ我々の使い方ではどうしても Linux のように MMU を必要とすると いうことでしたあともう一つは設計がコンポーネントモジュールごとに機能を追加できるっていう形になってるということが要因としてありましたそれではこちらは t e を r スク5でどのように実装がされてるか、まあ、具体的にはちょっとキーストーンがどのように実装されてるかという形のご紹介をいたします左側は RISC-5 の電源が入ってから TA または Enclave はどのように起動するかの流れになります。一番最初は電源が入りますと ZSBL、まあ ROM です。ブート ROM。それからフラッシュに大体入っている FSBL。それからセキュアモニター。セキュアモニターは Linux とか汎用 OS と TE の間の橋渡しをするソフトウェアのモジュールになります。でここら辺は一番上の特権命令で動いておりまして。で、その後 Linux 側は ブートローダーと Linux が起動してそこから TA を実行するクライアントアプリがこの例では2つ実行されてます。ですのでここから Enclave のトラステッドホストアプリが1個1個右側の TE の中で e n c l a v e t r u s t アプリを実行しているという形の流れになってます。で実際に Linux 側の ユーザーモードのアプリから TE のアプリを実行したりまたは戻ってきたりするのはセキュアモニターを通して行われます右側の方は複数の TA 間と Linux が動いているところどうやってセキュリティを担保しているかという形を説明した絵になりますで RISC-5 に PMP エントリーが8つ以上または16個まであります1つの PMP エントリーはどのようになっているかっていうと 自分の指定された物理アドレスの中しかアクセスできないように指定がされております。ですので、トラッセットアプリ1ってなっているピンクの領域は、自分の範囲指定されたアドレスしかアクセスできず、トラッセットアプリ2の領域はアクセスできないと。で、また青の Linux の部分に割り当たれた部分は、ピンクの部分には,にはアクセスできないと。っていうような形をハード的に CPU が 物理アドレスを分離しているという形になっております。ですのでお互いに Linux はトラステ t e d 1のメモリーを読めないですしトラステッドアプリ a 1はトラステッドアプリ a 2のメモリー領域は読めないという形になっております。本当はこんなに簡単じゃないんですがものすごく簡単単、単純化しますとこのような説明になります。それではトラステッドアプリケーションの実際の使われ方、ユースケースについてお話しいたします。 で実際に使われたデバイスっていうのはこのようにでに存在しますので開発に関わったことある人は少し知ってたりまたはある程度知ってたりすると思いますが改めてご紹介いたします大きく分けるとエッジデバイスまたは端末っていう形ともう一つはデータセンターっていう形になりますですのでデバイスっていう方はスマートフォン IoT エッジデバイス具体的に NAS ですとかエッジのルーターですとか Wi-Fi ルーターですとか 自動車の情報端末ですとか、ダッシュボードの真ん中にあるやつですね、あとケーブルテレビの,とかのセットトップボックス、または DVD プレーヤー、レコーダーなどもが入りますし、監視カメラ、または複合機の大きいプリンターみたいなのに、はい、なりますで。あとデータセンターでは仮想化してたくさんの OS を走らせるという用途がほとんどになってきてますので、そこでのゲスト OS を守るというような形で使われてきてます。 で実際のアプリはどんなものかというと先ほどもお話ししたようにクレジットカード、まあ、なんとかペイえっとまたはネットフリックスケーブルテレビまたは、えー、と電話の端末または車または保険会社またはセキュリティ会社の端末という形になっておりますであともう一つよく使われるのはファームウェアのアップデート ここでトラスセットアプリケーションフ i ームタムサーバーってありますがこのタムサーバーっていうのはちょっと後のティープの方の説明でお話しいたしますあとは最近はデータセンターで皆さんがサービスを申し込んで自分のゲスト OS でよくあるパターンですワードプレスのようなウェブサーバーを使ったり、えー、設定したりいたしますが最近はお客さんがクラウドサーバーの業者が 自分たちの OS を読めるのを嫌がるようになっておりますので TE っていう技術を使ってクラウドサービスを提供しているベンダーであっても自分のゲスト OS の中身は技術的に読めないっていううちに技術的に保証されてるっていうのを要求するようになっております。で今回のスライドではあんまりそちらの方の説明いたしませんがこちらは今後重要性が増していく分野だと思われます。ここら辺から 後で説明するティープがどうして必要性があるかといううちの説明になります。で、トラス s ッ e アプリケーションが端末で単独で動いてるだけであれば、それほど困らないです。昔から出荷前にトラスセットアプリケーションをインストールして出荷して、その製品寿命が終わるまで使い切っていただくという形であれば、ある程度すでに実装はされておりました。ただし、 現在ほぼ全ての端末またはデータセンターも含めてネットワークに接続して使用することになりますので先ほどのユースケースの大半はデバイスとサーバーと通信しながら仕事をするかになっておりますですのでセキュリティアップデートまたは機能が追加されたまたは新しい端末に自分たちのアプリケーションを入れたいとかいうのが出てきましたのでそれを インターネットとデ,デバイス側で強調してインストール、アップデート、デリートができるようにするという必要になってきてこれをインターネット標準化団体の IETF で t ィー p ワーキンググループで今現在企画を策定中です。はい、でこちらは t ィー p ワーキンググループでの t ィー p のドラフトからの3つの文章の抜粋です。で、具体的に上から トラッセットアプリケーションちょっと長いので次から略して TA って呼びますが TA のライフサイクルの管理で具体的にはインストールデリートができるようにまたはアップデートができるようにのことですこの TA は改ざんすることができないようにまたは改ざんされたら検知できるようにっていう機能が必要ですそしてこの TA のユースケースとしては クリティカルアプリケーションという言葉が使われておりましたがセキュリティセンシティブな操作オペレーションまたはそのようなセキュリティにセンシティブなデータを扱うようなアプリという形になりますそれでは今度は TEEP をどうしてみんなで使わなきゃいけないかどうして企画化しなきゃいけないかという話になります端末を一つを複数の業者がトラッセットアプリをインストールして 動作させたたいいという用途が多くなってきました例えばスマホ一つの端末に何とかペイだったり動画配信だったりのアプリを使うとまたは家庭においてある情報端末または車の中にあるデバイスで複数の保険会社または複数の動画配信会社または複数のサービスベンダーがアプリをインストールして使わないといけないとまたは使うようになると便利であると。 いうことになってきましたので TEEP できちっとお互いベンダー A とベンダー B が持ってる TA1 と TA2 がお互い信用できる形で管理できるというところを TEEP で担保しようというになっております。そしてスライドの中で赤字になっているところですがこのような設計が行われることで端末側は TA の開発ベンダー とは別の会社であって、またはベンダーであっても、独立してお互い開発が進められるという形になります。ここが企画化する非常に大きなメリットであります。はい。それでは、テープの簡略化した概要図をもとに全体の動きをご紹介いたします。まず、サーバーとデバイスがあります。でサーバーの方は TAM と呼ばれます。TA マネジメントサーバーです。で、デバイスの方は、 信用できないアントラスッ,ット領域と,と信用できるトラスセットエリアがあります。でトラスセットエリアの方に TA1 と TA2 っていうのをタムサーバーの方からインストール、実行、削除ができるようにならないといけません。でプ,ロプロトコル上は全てデバイスの方がトリガーになってタムサーバーと問い合わせをして動く形になっておんですが今日の説明は説明を簡略化させるためにサーバーの方が トリガーととしてて動いているかのようにちょっとお話しいたしますただ実際にはデバイスの方が1発目のパケットを出す形です。TAM サーバーの方はどうやって TA を管理しているかとなりますがデバイスの方で信用できる領域には TA1、TA2 っていうのが入るために t ィープエージェントっていうものがございます。信用できないアントラス s t リアの方には TA12 と TA2 に対になる。 端末アプリが入りますので、それをがアップ1アップ2という形で図示されております。こちらはティープブローカーというコンポーネントを通してタムサーバーと通信するという形になっております。で実際にデバイスで必要な TA をどう管理するかという形の手順ですが、まず最初にアップ1アップ2みたいな形のアプリを スマホのなんとかストアみたいな形か、またはユーザーがデバイスに直接 USB メモリかインストールするか、またはそのデバイスの業者、例えば車のディーラーだったり、またはセキュリティ監視カメラの運営会社がアプリを、アプリ1とアプリ2などを別々の会社が入れます。アプリ1が例えば、えー、どっかの会社だったら、アプリ2は別の会社という形になります。 でそのアプリ1、アプリ2がティープブローカーとやり取りをしてタムサーバーから TA1、まあ、自分の担当する TA をダウンロードしてきてでティープ r ローカーがハードウェアを介してティープエージェントに連絡して TA をトラステッドエリアの方の T 側にインストールするという形ですでそうした場合その後アップ1を起動すると TA1 が実行される でそしてデバイスからこの TA はもう必要がないと。必要がない理由は、デバイスのユーザーが契約を終わりにしたとか、または TAM サーバーの運営会社が、もうこのデバイスはうちの管理ではございません、サービス終了しました、またはセキュリティで更新でもう古いアプリ削除したいですとかいった場合は、先ほどの順番とまた同じですが、 ティーププローカーがタムサーバーとやり取りをして、ハードウェアを通してティープエージェントがその TA を削除するという形になります。でこちらのスライドが今日の本編のような形ですが、実はティープの議論が IETF で四方八方に散らばっておりまして、中で内容を分かっている人でないとちょっとご紹介できないという状況になっております。なので ちょっととこここでで大事なところなろのでお話ししいたしますまずティープワーキンググループっていうのが自分ところで単独でティープの企画を策定と議論と技術開発をしているかっていうとそういう形になっていないというすごいところになっております。なのでティープワーキンググループ以外にスライドの右側のスートワーキンググループとラッツワーキンググループ3つの ワーキング,グループにまたがっておりますしティープの中で左側のスライドに見えますとドラフトが3つ関係しているというすごい状況になっておりますでこれがどういう関連しているかっていうのをお話しいたしますとタムサーバーとデバイス自体をやり取りはティープワーキンググループが決めておりますところが TA っていうのは TA のバイナリーまたはデータですのでバイナリーのマニフェストは スートワーキング,グループがフォーマットを決めております。でスートのマニフェストに従ってタムサーバーもデバイスも TA を識別できると。バージョンも分かるという形になってで証明な先も分かるという形になっております。でラッツワーキングループっていうのはデバイスから見たらタムサーバーが信用できないといけません。でタムサーバーからしたらデバイスが信用できないといけません。でなおかつ TA の開発ベンダーからすると TA が信用できないといけないという形になります。ですのでそこら辺をリモートアテステーションのような形でお互い信用を担保するオーセンティケーションを行うっていう仕事の方法を LATS ワーキンググループで策定しております。左側のスライドの黄色と青と緑の部分が3つのドラフトありますがそれをどこを定義しているかとご紹介しますと。 ティープアーキティクチャードラフトっていうのは各コンポーネントの役割のみを規定しております。例えばこのタムサーバーは何をするものか、どういうコンセプトで設計されて何を、役割はどういうものだか。それをティープブローカーも何をするか、どういう役割で何をするか。Up1、T-Page と TA。各コンポーネントの役割を定義しているというのがティープアーキティクチャードラフトです。青い部分、ティーププロトコルドラフトっていうのは ティープブローカーとタムサーバーの間のバイナリーのフォーマットまたはメッセージのフォーマットを策定していると、えー、規定しているという形になっております。 さらにややこしくしているのが、実はその t e e プのメッセージ自体は、タムサーバーと t e e プブローカーは一番、今一番最初の実装では、HTTP の TCP パゲットの上に載せる形になってますので、その載せ方を策定しているのが、また規定しているのがティーーー t e e プ over HTTP の緑のドラフト。はい、なので、これ全体を知っていないと。 ちょっと各ドラフトを各々自分で読み始めると何のことだか全くわからないっていう状況になっておりますがこのスライド1枚で全体を把握できると思います。それでは一番最初に TEEP の実装を行った ARM c o r t e x A での実装をお話しいたします。基本的に TEEP は非対称暗号化アルゴリズムを使っています。この時は TA を作るベンダーのこと、サービスプロバイダーという形で呼ばれておりました。これ古いドラフトなので単語のがいくつか定義が、言葉が違います。例えばあと左下の OTRP ブローカーっていうのも今現在 t ィー p ブローカーですが、OTRP と t e p の違いは次のスライドでお話しいたします。古い単語でこのまま説明いたします。TA の開発者、開発ベンダーは UUID と TA の 公開鍵ここで s p i パブリックキーになっていますが、これを TAM TA サーバーに預けております。あと TAM サーバーは自分で秘密鍵と公開鍵を作成して、自分は秘密鍵を持っております。デバイスの方は OTRPTA、実際には今のトップエージェントに相当するところが t ィー p のルート証明書を持っているという形になっております。ですので、どのように動くかといいますと、デバイスの方が TA クライアントっていうアプリをインストールされて起動すると自分の TA の UID、SPTA ってなってますが UID を TPOTRP ブローカーに連絡して OTRP ブローカーが TAM サーバーとやり取りをして TAM サーバーはデバイスで必要とする TA のバイナリーをまず最初 TA の えっと、SPAI の公開鍵で暗号化されて一般的な秘密鍵を使って暗号化するんですがこのドラフトの時は公開鍵を使って暗号化してでタムサーバーの秘密鍵で署名するとでその署名したバイナリーを HTTP 経由で OTRP ブローカーに渡します OTRP ブローカーは 実際の下回りの Linux カーネルのドライバーと SMC を通してハードウェアのサポートでセキュリティを担保してトラステッドワールドの方に渡します。で OTRPTA が実際に受け取ったバイナリーのタムのルート証明書で署名検証してきちっとしたタムから来たバイナリーであるかを検証して OK であれば SPAI の秘密鍵 TA ベンダーが作った秘密書で複合してきちっと複合できるかっていうのを確認して OK であれば TA は TE の中でセキュアストレージに保存されるという形になります TA クラ。左側の TA クライアントが実際に支払いだとか動画を見るっていう形の場合になった時にセキュアストレージに保存された TA が実行されて終了するという形の手順です。 はい、それでは今度はリスク5でののティープの開発についいてお話をいたしますほとんどコンポーネントの絵は一緒なんですがところどころ変わってるのはドラフトのが更新されたっていうところとあと実際リスク5に合わせて実装を行う上でマルキシスクラッチからやるわけではなくできるだけアームで実装した形の資産を生かす形でどう工夫したかというところが、えー、とメインになります。 なので、この絵だけを見ると、とても前のスライドとよく似てます。でタムサーバーの方は、セコムの方がタムサーバーを ITF の場で参加して、タムプロトをオープンソース化さしております。GitHub にオープンソースになっている名前がタムプロトという名前で,で公開されておりますで。デバイスの方ですが、最新の t ィー p プ,プロトコルの名前になって、t ィー p プ,プローカー アップとハローアップっていうのが Linux の方でございます。T の方、こちらはキーストーンを下回りで使ってるんですが t ー e エ a g e n t t a とあとサンプルのハロー t a っていうのがございます。このハロー t a また TeepAgentTA っていうのはだいぶ前のスライドの方のハードウェアの PMP で守られてるという形になっております。具体的な詳細に入る前にちょっと左側の上に書いてある ところですが、企画が変わっの中で議論が進んで、t e e プブローカーとタムサーバーの間のやり取りが JSON ベースから CVOR ベースに変わりました。JSON っていうのはよくテキストベースで、今の Web ブ,ブラウザーその他でよく使われているので、ご存知なこと多いと思いますが、CVOR は何ぞやという形なんですが、ASN1 というような形でテキストとバイナリーをお互い変換するっていうようなフォーマットが規定されておりますが、それのもっと 進化させた形のものももが C ボアですもう本当はこんなに簡単な説明だと怒る人はいそうですがものすごく分かりやすくお話しすると CVO はテキストとバイナリーをお互い双方向で変換するフォーマットです。 JSON の時はテキストフォーマットのままやり取りをおりました。ですので、タムプロト o とタムブティ v ブ,ブローカーの間のやり,取りとり、暗号化と署名もした JSON のパケットサイズが MT を超えた1500を超えてパケットが2つに分かれるというようなことがございました。CBOR の方は JSON と比較すると非常にメッセージサイズが小さくなります。TA のバイナリー含まない場合は CBOR のメッセージのバイナリーは 30バイトだとか40バイトだとかそういうサイズ感になりますそれではこれからデバイスの中で t ィー p の実装の話になります本日のメインテーマであるところに来るまで前置きが非常に長くなりましたがやっとディスク5で t e がどういうふうに動くようにしているかというお話いたします t ィー p ブローカーアップと t ィー p エージェント TA っていうのがデバイスの中では非常に大事な コンポーネントになりますがそれが動くための下回りがとディスク5または IETF で企画策定してるときに人特定の CPU でしか動かないような企画を作った場合どうしても世の中で使われない。 せっかく企画作っても報われないっていう形になってしまいますので特定の CPU または特定の何かに依存しない形の設計にしてみんなが使える形にして初めて i t f で議論してるメリットが出てきますその時に t e e p a g e n t t a t ィープ b r o k e r a p p に相当するものは一度うち ARM で作っておりますでこれをできるだけ RISC-5 または INTEL でも動かそうと。 いう形を考えた場合にですねまず ARM の場合 Opti で TE を実現するソフトウェアスタックがございますでこちらはグローバルプラットフォーム API をオープンソースで実装した形になっていますグローバルプラットフォーム API は各スマホで使われている API ですのでそれを全く捨てて スクラッチで作るっていうのは研究開発する側も事業部だったとしてもまたはビジネスする側だったとしてもあまり得策ではないというよりも全く得策ではなございませんなのでグローバルプラットフォーム API をこちらで動くようにしようという形にしてここに図になってる HelloTA と TeepAgentTA の下に GPAPI っていう形の資格がありますがここがグローバルプラットフォーム API のサブセットを 提供している形になりもともとのグローバルプラットフォーム API っていうのは比較表を見ていただくと分かりますが非常に API の数が多いです。例えば200 200とか200以上ありますでそれは過去の互換性をずっと維持しながら API を追加してきたからの歴史的背景があるわけですので新しく t e e プですとか新しく RISC-5 ですとかっていった時に全ての API が必要かっていうと必要ではないです。 3層圏でハ e t a って今ここでは書いてありますけど3層圏で持ってる TA だとか各決済会社だとかストリーミング会社が行っている TA の実装が全て200の API 必要とするかっていうとそんなことはないです。基本的には TA をオープンして実行してクローズするみたいな形の APITA 自体の管理する API と 乱数ですとか、ハッシュ関数ですとか、対象鍵暗号の API ですとか、非対象鍵暗号の API、あとそれを使った署名の作成と署名の検証というような API、それ以外に TA 自体の秘密データの保存と読み書きという形になります。で、大体30ぐらいの API を抽出して、キーストーンの上にラッパーをかけているという形を行っています。 それではもう一段深掘りしてお話しいたします。RV64 っていうのは RISC-5 で64って数字は64ビットのインストラクションセットを持っているということです。ですので64ビット CPU の RISC-5 ですと。SV39 っていうのは MMU がありますという形の、えー、と記述になります。ですので MMU ありの64ビットの RISC-5 で動かしているという形です。SM の隣にキーストーンと答えますが、 SM 自体はセキュアモニターの略ですが、リファレンス実装が公開されております。でこちらに対して TE が動くように、具体的にキーストーンランタイムと Linux 側を橋渡しをきちっとセキュリティ保ってできるように、PMP を使って動くようにするためにキーストーンプロジェクトで SM を拡張して実装しておりますので、キーストーン拡張の SM という形です。 今度はキースト t o ンタイムですがキースト t o ンタイム n という形に設計が分かれているのはこの上で例えば今回はうちは GPAPI で t ィー p のための実装を行いましたがここを入れ替えてセキュリティで有名なセルフ o s を t o s を載せたりと実現されておりますで。あともう一つはソフトウェアのコンポーネントの設計ですが t ー e エージ e n t t a と HelloTA とこちらコンテキストスイッチ というか PMP で分かれれて実行されますですので具体的には GPL のソースコードがあったとしてもこの境界を越えて GPL が伝播することはない形になっています実際にこれ大事なことで実運用で行うまたは実,実サービスで行う場合はハ e l t a は決済会社ですとかストリーミング会社は自分たちの TA のアプリのコードは公開せず クローズドソースでビジネスをする形になりますのできちっとそれが実現できる形になっていますはいここからは ITF でどのように議論を進めているかという話を行いますまず ITF は年3回ミーティングが開かれますこの時に顔合わせて議論をいたしますでそれ以外はほぼメーリングリストを使ってコミュニケーションして 企画または技術的議論を進めて、ドラフトも作成まで行くと。企画作成まで行くというのが元々の IETF の文化です。でここ最近は IETF のミーティングに合わせてハッカソンが開催されています。ですので、我々の実装、前のページの実装を持ち込んで、他の、例えば ARM から参加されているハネスさんとか、マイクロソフトからのデイブ・テイラーさんが持ち込んだタムサーバーと 相互互換検証を行ってその場の議論でフィードバックしたりまたはドラフトに反映させたりということを行っていますまたメーリングリスト以外に最近 GitHub という非常に便利なツールがございますのでここで GitHub も使ってコミュニケーションしておりますではまずメーリングリストでの議論のご紹介いたします で下に貼り付けてあるのは、私がティープで CDDL っていうのは何のことかっていうのを後のスライドに出てきますけど、ティープのメッセージのフォーマット、こんなのはどうでしょうっていう形で提案した時のメールになります。これが取り入れられたことで、大さの人になれたきっかけになりました。何か提案したとき、技術的にコン,コンと説明して、技術的に OK だったら取り入れられるっていうような形を公開の場で行います。 なので、みんなで見てるところで、メーリングリストで、いろんな人の意見をどんどん取り入れていくという形です。でも、取り入れるって言われても、技術的に根根と説明して、相手が納得しないといけませんので、そこはオープンソースのメーリングリストの流儀と非常によく似てます。ですので、私はオープンソースでのメーリングリストのお作法を、こちらの ITF のメーリングリストで使って、得したという形になりました。 はい、それではこちら、GitHub での例をお見せいたします。d ィー p のドラフトは、今年になって、ほぼすべて GitHub でのドキュメントの更新に移行いたしました。ですので、他のオープンソースのプロジェクトのように、異臭で意見や質問を行ってで、プルリクエストで変更の提案をして、でレビューして、OK であったらえ取り込まれると。 いう形でどんどんドラフトが更新されていっております。で、左の例は c ーボアのテキストとバイナリーを変換するときに私が手でハンドアセンブル間違いところを更新修正するためのプルリクエストです。ハンドアセンブルしてディサセンブルしてあげた経験が c ーボアのドキュメント読みながら手で変換してっていうのを今でも繰り返して今や役に立ったという状況になっております。で、右の方は C ボアのメッセージ、もともとは企画にいくつかメッセージ、クエリー、リクエスト、レスポンス、アプリケーションインストール、デ,デリート、ティープ、サクセス、エラーっていうような形でいくつかメッセージあるんですが、具体的な記述例がなかったものですから、私がプロリクエストを出したという例になっております。11月から私がこちらティーププロトコルの GitHub のメンテナーをしております。 このメッセージの詳細を次のスライドでお見せしていきます。はい、でこちらが CBOA の表記になります。今、右下が実際コンピューターが処理する中毒信法技術です。OX83、8から始まればアレイである。OXA から始まるとマップである。 でその他いくつか決まり事がありますが c 4のドキュメント読んでハンドアセンブルを何度も繰り返していると8-3から始まるとエントリー3つあるのかな A2 だとエントリー2つあるのかなってだん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 16進読んだだけでちょっと頭の中で変換できるようになりますがこれではプログラミングしにくいですし企画書に書けないのでこれは c 4の16進のバイナリーの記述ですがこれを もともとシーボアのダイア,ダイアグノスティックノーテーションって記述方式があって、これはどちらかというとジェイソンから来た人、またはジェイソンと相当のものの記述の仕方にそっくりになるように設計してあります。こちらだけでも実は意味を組んでシーボアのダイアグノスティックノーテーションを書くっていうのがあまり便利ではありませんので、c o n c i デ e Data Definition Language なくして CDDL っていう形が上の真ん中に貼り付けてあります。ですので、 ドラフトでは CDDL の例を定してそれを c ボアダイアグノスティックを見ながらバイナリーに変換して実際に実装して総合互換性をとっていくという形になりますバイナリーの変換した結果を見てあもうちょっと企画でこうした方がいいんじゃないかまたはこう,こういう記述が不便だとか抜けてたとか 余計にあったとかいうのがあると企画にで提案をどんどんメーリングリストまたは GitHub でしていって提案して取り入れて更新してもっとどんどんみんなでよくしていくというふうな形で進めておりますスライドの方も最後になってまいりましたでこちらは11月に i t f 1 0 9が開催されたとましたのでその時のハッカソンに、えー、行ってでそれの フィードバックによって t ィー p のプロトコルがどのように更新されて良くなっていったかというのを、えー、いくつか列挙いたしました。ですので、1、2、3、4、5、6、今6個挙げてありますが、一番最初は c ボアのダイアゴニックノーテーションとバイナリーの例を t ィー p のプロトコルとドラフトに追加できた。これがあるなしでは実装の大変さがものすごく違ってきます。テキストで書いてあるだけで、 実装してって、で、実際に他のサーバーと通信してみると、あれおかしいなって言った時によりどころはやっぱりバイナリーがまで記述がないと非常に苦労いたします。これ追加できて嬉しかったです。あと、今までこのスライドすべてクリティカルアプリケーションはトラステッドアプリケーションだと説明してきましたが、いきなり 11月から名前が変わってしまいました。トラスセットアプリケーションがなんとトラスセットコンポーネンツになってしまいました。なので今までの話はトラスセットアプリケーションを今後全部トラスセットコンポーネント TA でなくて TC と喋らないといけないという形です。でもそもそもなんで名前を変えたかっていうことなんですが実際タムサーバーとデバイスのやり取りではアプリケーションだけではなくてデータだけのやりとりっていうのもあります。 でそれも想定して動くようにしてあります。スートマニフェストで中身がアプリケーションでなくてもバイナリーでなくてもデータのバイナリーであっても OK なように最初から想定しておりました。ただ名前がトラッセットアプリケーションで,では紛らわしいということでデータも含めて分かりやすいようにトラッセットコンポーネントにしようという話があって。 2020年の1 1月になって、今更言いますかっていう気はちょっとだけあるんですが、まあ、これで行くことになりました。技術的にはこっちの方が真っ当なので、反論はしにくいです。えっと、もう一つは、TA の ID っていうのがどうしても必要です。今、名前が TC の ID になってしまったんですが、デバイスで必要な TC、ちょっと大変なので、このスライドでは TA で、TC と言わずに TA で通しますが、TA のバイナリーの 識別紙がないとデバイスと TA でどのバイナリーを取得して得ないといけないかっていうのが分かりません。で、それをマニフェストの中で識別するための ID が必要なんですが、それはスルートコンポーネントアイデンティファーを,を TA の ID、まあ、ここではコンポーネント ID に使うというふうにきた決まりました。今まで TA のファイル名にしようかだとか、いよいよ i d を使えばいいんじゃないかだとか、 またはスートコンポーネントアイデンティファーに相当するもの、スートマニフェストで議論があったんですが、そこはスートダイジェストを使うということになりまして、スートコンポーネントアイデンティファーを使うとで。ここで一つ、今まで企画のドラフトとしては少し曖昧だったところが非常にかっちりになりました。で、もう一つはティープのメッセージなんですが、サーバーとデバイスのやり取りの往復を トークンでマッチングさせて識別するとっていうのが t ィー p のメッセージの基本設計でしたところがいくつかのメッセージ具体的にはサーバーから一番最初タムサーバーから一番最初デバイスやりとするクエリーリクエストとクエリスポンスはトークンがなくても動くとでトークンが入っているとかえってトークンで TA をと識別して実装してしまう人たちがいるとセキュリティ的にの良くない影響があるのでトークンが ティープメッセージに今まではマンデートリーでエントリーとして入ってたんですがこれオプションになりましたこれも日本からの具体的にはセコモの磯部さんからの提案でしたあとデバイスとタムサーバーでデータのバイナリーまたは TC のバイナリー TA のバイナリーを消さないといけないという状況もあります例えば、 以前お話ししたようにサービスが終了したとか、もうまた新しいバイナリーが出てるとか、もうこの場合データはもう必要ありませんとかいったときに消せないといけません。で、それのやり取りをどうやってタムサーバーにデバイス側から通知するかっていうのがあの今まできちんとした方法がなかったので、ここでアンニーデッド t c リストに記述することで、デバイスからサーバータムサーバーに通知できるという形になりました。 あとこれは一緒に実装しているデビタムさんからのアイディアでコントリビューションなんですが、スートマニフェストを Teep プ,プロトコルの中で埋め込んで使ってるんですが、ここの埋め込み方を1つのスートマニフェストを1つのバイナリーにして c b o のバイナリーにして埋め込んだ方がいろいろ都合がいいんではないかという話をして IETF109 のサイドミーティングであそれいいじゃないですかという話になって採用されました。でですので まあこの中で3つぐらいは日本からの提案がきちっと生かされているという形で進んでおります。はいではまとめです。だ一番最初は t ィー p とは何ぞやという話をお話しいたしました。で、なんで t e っていうのはクリティカルアプリケーションとか、または個人データのようなセンシティブなデータで必要であるかあ大事であるかというお話をいたしました。 で最近の CPU のアーキテクチャでどういうふうに、C、t e が動いてるか、まあ、実際にディスク5の例でお話しいたしました。キーストーンはディスク5でどういうふうに動いてるかとお話しいたしました。IETF で TEEP をどうして標準化活動して技術開発してるかということをお話しいたしました。まあここに書いてあるように具体的には 違うデバイス、違うサーバー、違うベンダーでトラステッドアプリを統一した方法でインストール、デリートできるようにする方法が必要で、それでティープを標準化しているというのが答えになります。あと、ティープ,ティープの i t f ドラフトが3つあったり、ワーキンググループ3つあったりするので、それらの関係をお話しいたしました。はいでそあと、我々の今の会議 研究開発の DISC5 でティープをどういうふうにしているかというお話をいたしました。で、その時にグローバルプラットフォーム API は何で必要でどういうふうに動くようにしたかというご紹介をいたしました。あとは i t f での議論の仕方、あとは c ボーボ r l のバイナリーの具体的な例をお見せいたしました。はい。こちらが最後。 本日の発表をもっと深掘りしたい方は、こちらのリンクをぜひご覧になって、もし、ここ間違ってますとか、もっといい方法がありますなんていうのがありましたら、ぜひメーディングリスト、または GitHub にぜひ参加していただきたい。それを願って、今日は話を終わりにいたします。ありがとうございました。